道徳駅は愛知県名古屋市南区豊田一丁目にある名古屋鉄道と小め線の駅。駅番号は TA02。駅集中管理システムを導入している無人駅である。有効長6両編成対応の相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、かつては有人駅であったが2005年1月15日に、 駅集中管理システムによる駅員無配置駅となった。普通列車のみ停車する。改札口は1カ所。自動券売機1台、自動改札機3機、自動生産機1台、チャージ機1台を備える。かつては当駅、大江駅間に山崎川駅が存在した。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年。 972ページ。A.B. テラダ一海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング2013年256ページ。ISBN 978から47億7701万3364。名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年史名古屋鉄道1994年1048ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、570ページ。SF カードシステム、トランパス導入路線図名古屋鉄道、2004年12月24日。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日。閲覧、電気車研究会。 鉄道ピクトリアル通貫台816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年8月9日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。 百六十から百六十二ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、九百九十四年、六百五十一から六百五十三ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳七東海、新庁舎、二千八年。四十七ページ。ISBN 九百七十八から四から十から七十九万二十五から八。ありがとうございます。